はい、どうも僕です。さあ、ということで今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリーやっていきましょう。ということで今回はバシルーラを使っていきたいなと思います。ということで、まあ、バシルーラというのは相手にルーラを使うっていう、まあドラクエ特有の、まあ魔法というか効果なんですけど、実はね、ナイトリッチとスターキメラ、バシルーラという技を覚えているわけではないんですが、バシルーラを発動できる技を覚えているということで、まずナイトリッチ、彼に関しては、暗黒ゾーンという技を使うことによって相手をたまにバシルーラでどっかに行方不明にすることができると、まあ、これがなかなかに強くて、プラススターキメラ、彼も使うことができて、このね、キメラの翼という技がバシルーラの効果を持っていると。でこれ両方ともバトルマスター専用技なんだけど、まあ、今回バトルマスターを使ってるんで無事使うことができますと。であとね、この強さがね、何かっていうと威力がね、普通に高いんだよね。だいたい状態以上にする攻撃技ってなると威力が低いけど状態以上になれるみたいなことが多いんですけど、これに関してはバシルーラを使いつつ火力も普通の技と同じくらいあるので、結構使い勝手がいいということで、これがかなりのねメリットになっているんじゃないでしょうか。プラス今回使っていく武器なんですけど、これはね今回初めて使う武器ということで、メガトンハンマーというんですが、これはね、デビルクラッシュとマインドブレイクという技を覚えているんですが、特にマインドブレイクという技が今回とすごく相性が良くて、打撃プラス混乱にすることがあると。つまり今回スターキメラとナイトリッチと同様に攻撃をしつつ相手を状態以上にできるということで、今回のパーティーはこのメンバーで状態以上と攻撃を両立させながら一気に相手を叩き潰していくという、そういったメンバーとなっております。それじゃあ早速やっていきましょう。さて、それじゃあまずはいつも通りヒナとのバトル。さて、じゃあメガトンハンマーまずは初めて使うけど、あ、こんな形状なんだ。メガトンハンマー、なるほどね。なんかもう工事現場とかで使いそうなメガトンハンマーだけど。で、デビルクラッシュとマインドブレイク、プラス一緒に来てくれたのはスターキメラとナイトリッチ。まあ、このスターキメラをね、キメラの翼とかも初めて使うんでかなり楽しみなんだけど、キメラの翼ってすごいよね。本当にそのまんま、あのドラクエシリーズのルーラを使える道具っていうことでおなじみのあのキメラの翼が使えるので、これをまあいわゆる相手にキメラの翼を使うことによって相手を吹っ飛ばすっていう、まあ、まさにバシルーラ、ルーラを相手に使うのがバシルーラなんで、そのままって感じだね。さあ、ということで、まあ、状態異常がどれだけの確率でかかるのか僕もあんまり分かってないので、まあ、どうなんだろうね。3人やったら1人かかってくれたいい方とかなんかな。ということで、じゃあどれ使うんだっけ。キメラ、マインド、暗黒、 BBA か。 BBA でやっていきましょう。で、あと今回 SP カードとして一応使おうと思っているのが聖なる祈り、あれを使うことによって回復できるんで、やっぱりこっち長期戦になった方が強いと思っているので、それで一回遅延する。素晴らしいガードですね。これに関しては、あ、会心出たのかな、もしかしてメタルなんで。さあ、キメラの翼、まずはこれどうなるんですか。あら、いやもうそれミスはさ、一発目なんだから気持ちよくやらせて欲しかったけど、マインドブレイク行こう。キメラの翼、まさに翼のでっかいやつが落ちてくるだけっていう。頼むよ。はぁ、ちょっとそれは違うじゃん、それは違うよって、さすがに苗木誠も言わざるを得ない。あ、まあ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 、まあ、それでね、はい、バシルーラ素晴らしい。あ、帰ってきた。なんとか戻ってきてよかったね。いやでもこのね、暗黒ゾーンとかのバシルーラが強いのが、相手を確実に動きなくできるんだよね。まあ、こっちが攻撃できなくなる可能性もあるっていうデメリットあるんだけど、いなくなってね。ただ、やはり、その、あれ？あれ？ああ、よかったよかった、びっくりした。自分が十字キーでどこに設定したかわかんなくなっちゃった。聖なる祈り。これで一旦回復できるようにしよう。オッケー。これはでかいんじゃないか？で、回復できるんで、常に HP も高いと。まあ、どうだろうね。ビッグワンとかで普通に攻撃するでもよかったんだけど、まあ、回復することによって、最悪6ターン目になってまでも倒せなかった場合、素晴らしい！まあ、6ターン目になっても倒せなかった場合、HP の残りで勝てる可能性もあるんで、そこを狙っていったんだけど、ウルトラフラッシュ。大丈夫か？はい、全然効きませんね。そして、テンション上がるのか？オッケーオッケー、いいでしょう。君、バシルーラしちゃおっかね、なんつって。そして、お前は、バケルかな？竜巻落としかい。竜巻を起こしたところでお前の良さが出てないよ、それは何にも。ボンボコだね、キクン。さあ行こう。
ヒメラの翼、鋭い羽の一撃。さあどうなる。はぁ、ひとせそれは違うじゃん。ねえ、キメラの翼って打撃だよ。だって普通にデビルクラッシュか。これは A ボタンかな。んおい、あーまあでも火力が普通に高いんだよな。 OK いいね。でからの暗黒ゾーン。ま、魔王系とかじゃないんでこれ普通にいけるかもしんない。どうだどうだ、いいよー、 OK、 回復していく。素晴らしい、順調すぎて怖い。素晴らしいよ、これが見たかった。素晴らしいよ。いやこれは完全に小間なきとも出てきてしまう。キメラの翼、そろそろ当ててくれ、頼むよ。お前の良さが何も出ていない。よしよし、いいよ。からのどうだ、いやまあね、さすがに1回目ですもんね。1回目ではいけないと思っていたけど、本来だったら3回目なのよ。あ、来るか、まさかキメラの翼来た。僕が飛ばされちゃうよ、どうしよう、飛ばされちゃったら、うわー、どうなる、お、スターキメラー、どこかへ、あ、そんな感じだったんだ、どこかへ飛ばされてしまうって。あー、暗黒ゾーンしか見たことなかったけど、あんな瞬間移動本当にルーラーなんだ。暗黒ゾーンと違って暗黒ゾーンはなんか闇の中に飲まれてしまうみたいな感じだったけど、もうあいつはどっか行っちゃったんだろうな、新王地方とかに飛ばされちゃったんだろうな。293大丈夫です。いやでもこれ回復できないのが痛いんだよな、地味に。これこの聖なる祈りを使ったことによってマインドブレイク頼むぜ。あ、一撃必殺なん、違うよね。あーいいね、421、さすがに混乱にはできない暗黒ゾーン。いやでもここまで来たも僕らとしては十分よ。からのどうだ、いやーでも回復できてるんで何の問題もございません。素晴らしい、これで終わりにいたしましょう。おそらくこのターンで全てが終わる。いやー HP もめちゃめちゃあるんで、あ、これなんだっけ、せー、あーそれか、このターンじゃ終わらねえ、遅延行為しないでくれ。なるほど、まあ有機ゲージはお互い溜まってるんで、おそらく片方が溜まるみたいなことにはならないと信じているが、三日月の剣技大丈夫です。214、まあおそらくバシルーラとかできない限り相手は溜まっちゃう。これは溜まるな、ロケットストライク、これでボンボンボンときます。あ、溜まったね。ただこっちも使えると思うんで OK、 まずはマインドブレイク。あ、でもこれさ、待てよ、これ400超えるよね、当たったらいけるぞ、素晴らしい。で回復する。あ、でも倒、さすがにそれは無理ですね、それはさすがに。あれ、勇気溜まる、大丈夫、それだけ不安なんだけど。いや、さすがに溜まるでしょ、いや、さす、大丈夫、おお、なんとか戻ってきたようです。よかったね、スターキミラー、それどころじゃないんです、頼むよ、頼むよ、大丈夫、あ、全然大丈夫じゃないかもしんない、あれ、聖なる祈りはもう使いません。まあね、ちょっといろいろ不良の事故によって負けてしまいましたけど、でも、まあ今の見ていただいたらわかる通り、かなりいい感じ。いや、やっぱ聖なる祈り使おうかな。ちょっとこいつらは、いやでも、飛剣ドラゴン技を使えるから、まあまあまあ飛剣にするか。ちょっとまあそこは考えながらやることになると思うけど、まあただ、かなりね、バランス的には良かったと思うんだよ、全然。全然悪くなかったんで。いや、ほんとスターキメラが、飛ばされるだとか、あとなんだろうね、スターキメラ飛ばされたのがでかかったな、一番。あと単純に悔やまれるのは、聖なる祈りのキーがどれか分かんなくなったあの瞬間、一個ちょっとねゲージが減っちゃったんで、あそこちゃんとしてればワンチャンあったかもしれないなという悲しい気持ちに今なってますけど、まあとりあえずね、気を引き締めてもう一度やっていきましょう。まあ冷静に考えてね、バトルマスターなのに、せっかくバトルマスターなのに聖なる祈りで日和るっていうのはさすがにちょっとやっぱ違ったかなっていう。ねえ、あそこでビッグバン使ってたら勝ってたわけよ、 HP なんで余裕あったんだから。そこではな、やっぱり結局
結局そこの踏ん切りがつかなかったことによってこういった悲劇が生まれてしまった。せっかくスノー HP だって高いんだしね、そんなことやる必要ないって。なんだったらスノー HP が低いやつほど HP の回復って恩恵あるんで、そこだよね。結局こんな HP 高いやつに使うべきじゃなかったんだ。さてエールアタックいいでしょう、どんどん来なさい。すべて受け止めてあげよう、僕が全てを受け止めてあげる。テールアタックいいでしょう、280点。それくらい僕も受け止める。だから君も暗黒ゾーンを受け止めてね。消えろ。それはもう知らん。全然命中しないのよ。それはなんだ？ファイナルブロー。これはなんだっけ？これは単純な攻撃だっけ？いや！これテンション下がる、あ、勇気下がるのか。うわぁ失われていく。すべての効果を消し去ったがないのがすごい違和感だけど、さあ頼むぜ。ただ相手をね消し去ることができれば、それだって勇気ゲージを下げることができる。どうだ、くっそ大丈夫。マインドブレイクでいい感じにやればそれでも OK です。さあ炸裂頼むぜ。はあ、許せねえ、くっそあいつ、どれだけ僕らのことをバカにすれば気が済むんだ。あいつこっちが勇気ゲージないからってつまずり合い仕掛けやがって、絶対に許せねえ。絶対に許さない、お前だけだ。 HP900 も削りやがって、コード、29。はい、よろしくお願いします。すいすい。でからの、何ですか？暗黒ゾーン行きましょう。大丈夫だ。バシールーラスではいいだけの話なんだ。頼むぜ。おいおいおい、頼むよ。竜の雄たけび。こっちがやられるわけにはいかないんでね。聞かないね。聞くんかい。足がすくんでしまった。終わってない？このメンバー、終わってないかなり。いや、大丈夫です。まだ。君らマインド暗黒ゾーン、まだこれは使える。HP の差は確かに縮まってしまったけど、とはいえ、まあ、まだ始まったばかりよ。なぜか勇気ゲージがもう追いつかれそうですけど、ギガデイン？ここに来て？まあいいよ。別に。まあそれくらいだったら許容範囲なんで、我々もキメラの翼で行きましょう。頼むぜ。行方不明にしてください。本当にどれだけ回避をすれば気が済むんだお前たちは。頼む、本当によし頼む。かー、行方不明に全然なってくれない。おい、一回でいいんだよ、これで。頼むぜ、二回はないぞ。よし、さすがにガードじゃない。いやー何も起こらない、全然何も起こらない。ファイナルブロー頼む、どっか行ってくれ、どっか行ってくれ、なあやめてくれ、勇気をこれ以上、我々からこれ以上勇気を奪わないでくれ。コードやめてくれ。41竜やめて、本当に頼むよ。さすがにこれしかないじゃん、これしかないじゃん、もうこれで一気にやるしかないじゃん、このターンで一気にやるしかない。まあいいでしょう。ただその後回復するべきかは迷ったけど、避けて、頼む、やめてとどめを刺すようなことをしないでください。翼、次の相手はお前だ。でも翼だったらいけるでしょう。竜太とは全然違うからね。ま、翼はどっちでもいいよ。魔法でも、あと滅魔山でも。オッケー、魔法。それの方がどちらかというと嬉しい。で、まあさっきはほんとひどいことになったけど、今回相手魔法使いなんで、賢さ高めで身の守りが低いと考えれば、まあかなりこっちとも相性がいいと思うし、魔法系だったらナイトリッチとか結構耐えてくれると思うんで、まあそこら辺、込み込みで考えて、
まあ、このメンバーの方がいいんじゃないかなという結論に至りました。まあ勇者のねリュータゴリゴリ力パーティーだとやはりちょっと相性が悪かったようだけれども、まあ、こっちだったらいけるでしょうと、まあ、ちょっとメタルキングの盾つけっぱなしにしちゃったんでちょっとあれだけど、まあいいでしょう。それはねあのゲームセンターで10連戦とかやってたら変えようがないんで、そこに関してはもうもしもこんなことがあったらでいこう。賢さは若干ねバトルマスターくんなんで低いけど、そこよりも火力の高さ、ここを重視していきたい。で、いい感じですと。さ、頼む。今度こそ僕らに希望を見せてくれ。ナイトリッチ、スターキベラ、君たちはミスをしすぎだとにかく、何よりもミスをしすぎているせいで、バッシルーラの確率が低いとかそういうレベルの問題じゃない。そもそも当ててないんだもん。そもそも、試行回数が少なけりゃ、そりゃあね、なる確率だって低いわけですよ。当たり前のお話、それは。ヒャダルコ、小学生だってわかる、そんなこと。君たちが全く当てないから、そりゃ勝てませんよねっていうお話です。ヒャダルコ、OK、大丈夫。それくらいだったら許容範囲。んで、からの、なんだ雷鳴の杖、これちょっとよくわかんねえんだよな。魔法なのか攻撃なのか。え？やるねえ、ナイトリッチ。素晴らしい。めっちゃええやん。からのキメラの翼で飛ばしてほしい。いいよ。からのすごいダメージなだけかーい。まあいいでしょう。それだけでも十分です。からのどうです？どっかに行かないんですね。行かないけど、まあまあまあ、火力は十分なんで、うん。それだけでも僕としてはもうね、気持ちの持ちようと言いますか、全然あれなんで、全然違うんで、OK です。全然 OK です。からのマインドブレイク。頼むぜ。ここで混乱だとはでかい。マインドブレイク。心を砕く。精神を崩壊させたかったけどできなかった。くそ、精神崩壊させるのが趣味なんだけどな、こいつ。このレックス君は人の心をもてあすんで精神崩壊させて廃人にすることを生きがいとしているのに、聖なる祈りはめんどくさいね。こっちも使っちゃう？そんなことすんだったら。相手状態異常って持ってるっけ？持ってないんだったら全然使っていいんだけど、ただ相手聖なる祈り使ったけどバシルラ使えればそれだけで一気に形勢逆転できるんで、そこを狙っていきたい。バーギマ大丈夫だ、問題ない。からのこちらはしっかりとキメラの翼を使っていく。さあ頼む、今度こそ行方不明事件を起こしてくれ。いいぞ。行かないんですね。全然行かないじゃん。全然大丈夫。でもこれ通常攻撃が単純に強いんで気持ち的に余裕ある。頼む、いいよ。からのいや何にも起きない。ただ単に攻撃をするだけのメンバー。え、こんなに確率低いの？試合中1回くらいはなってもいいんじゃない？ヒャダルコ、まあ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 、でもいけるぞこれ。全然いける。やっぱ物理相手より魔法相手の方がこのメンバー強いんだな。うん、で魔法相手だったらそりゃ勝てるよなって話にもなっちゃうからちょっとあれだけど。でからの暗黒ゾーン頼むよ。あたりを包む。さあよし来た、これが見たかった。でこうなるとどうする？相手有機ゲージがなくなったから、で攻撃も今使うべきじゃないと考えると、聖なる祈り今こそ使う時なんじゃないか。いやどうだろうね。いやこうすれば確実。いやでもむずビッグバンの方が良かったかな。いやなんかミスった気がする。いやまあいっか。いやでも光の玉、いやまあ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 にもわかんない、なんでもいいや、なんでもいいや、なんでもいいよ、どうせ勝てるっしょ。でからの灼熱の鳥。いやここキメラ使ってくれたらより嬉しかったんだけど。はそれが怒んのが嫌なんだよこのバシルーラって。いてくれよ、頼むから。いてくれよ。よし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 、いてくれないと始まんないから。は何も起きてないじゃん、何も起きてないじゃん今のターン。やめて。いややめなくていいけど別に、まあ、勇気はここたまんないでしょ。とりあえずマインディーブレイクで次のターンこっちが勇気ためて、でまあまあまあいけるか。よしよしよし。おお、びっくりした。はあお前どんだけやる気ねえんだよ。外すしさ、ふざけんなよ。もうお前帰っていいよ、帰っていいよ。もうお前やる気ないんだった。あーかー、行かないか。お前が一番帰ってほしかったんだけど、翼が帰ってきます。
そうだな。まあお互いに回復する。あ、やる気失ったから。お前ほんとどうしようもねえな。どうしようもねえ、ほんとにお前。でこれ勇気ゲージはさすがにこのターンたまるでしょう。あれ、いや、たま、どう、どっちだ、わかんねえ。ちょっと、いやでもどっちにしろこのターンに HP 削り切っちゃえばいいだけ話だからね。で今いいでしょう、甘んじて受け入れる。オーケー、食らいます。そして行こう、こっからが本番。まずはキメラの翼、頼むぜキメラ。これでバシルーラなってもまあどっちでもいいや。これはいいよ、からの、あ、いけそうだな。勇気ゲージさすがに、さすがにいけるわ。ヒャダルク OK、 残り、まあ、HP は問題ない。あとは削り切れたら嬉しいけど、相手を飛ばしちゃうのは良くないか。この状況は勇気ゲージはこれたまるかな。オッケー、これはたまった。次でマインドブレイクで、当たっても当たらなくてもいい感じと。よし、とりあえず一旦クリア、マインドブレイク、よいしょ。オッケー、あんまバシルーラ関係ねえ。